どうも、ガルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、バンカー越えのアプローチは、ちっちゃいパンチショットが最強だよ。こういうテーマでお届けしていきたいと思います。皆さん、バンカー越え怖いですよね。バンカーに限らず、池なんかも怖いですよね。まあですが、今回は、ちょっとしたバンカーはこんな感じで打てるよ。まあこんなテーマでお届けしていきたいと思います。皆さん、バンカーは恐れるに足らずです。 私、三ツ矢は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。本当に皆さん感謝してます。皆さん大好きです。そして動画を見てくれてる皆さん、今回はバンカー越えのアプローチになりますから。それでは早速行きたいと思います。バンカー越えのアプローチ、皆さん、どんな感じで打っていますか多くの方はバンカーを越えていかなければいけないということから、こういう感じで、なんだかふんわりした感じのイメージで打ってる方が多いと思うんですが、 これが失敗の始まりなんですね。それはなぜかというと、これは上達すればするほど、自分のスイングがどれぐらいの大きさで、どれぐらいの勢いになるかというのが瞬間的に感じられるようになってしまうんですね。ですから、ここでバックスイングを大きく上げていくと、ここで、ああやばい、こんなに上げたら飛びすぎちゃうんじゃないかということで、ここで止まっちゃう。 最後まで振り抜けないインパクトでなんか変な動きになってしまう。えこんな動き練習場では全くしてなかったのになんでコースで出ちゃうのそれは恐怖感から上達したからこそ起きる現象なんですねえ。ですからバックスイングを大きく上げすぎないようにインパクトでパチンと打っていくんですね。でそこでパンチショットをちっちゃくしたようなショットが有効なんですね。まあ、ちょっとしたバンカー越え30ヤードぐらいのショットをするのに バチーンとパンチショットを打つような感じであっては、さすがに飛びすぎなんですね。まあ、いわゆるパンチショットというのは、こういう雰囲気のショットになりますので、えー、こんなにボールを飛ばしては、ね、グリーンを遥かか方を越えてしまいますので、えー、そういうような距離を今イメージしているのではなく、30ヤードぐらいのところで、まあ、場合によっては20ぐらいですね。えー、そこを、ちょーんと越えていきたい。えー、そこで、インパクトですね。ボールを捉えるこの瞬間を、 こんな感じでパチンと打ってあげると30ヤード楽々超えていくショットになります。そしてバックスイングをそんなに大きく上げていきませんのでインパクトもバチッと打ってそんなに大きくフォロースルーを取っていかないということになります。そしてパンチショットですから少し鋭角に入っていくようなイメージ。そしてボールは少し右に寄せていくような形。スタンスも少し狭く取って はじめから左にちょっと体重をかけるぐらいがちょうどいいと思います。そこから、こんなイメージですで。もし少しボールを上げたいのであれば、ちょっと開いてください。ちょっと開くことによって、ボールが少し上げることはできます。とにかくインパクトでパチンと打っていく、少し打ち込んでいく、こういうイメージでボールを打ってあげるんですね。もし飛びすぎるのが怖いんだったら、さらに短く持って、スタンスもさらに狭くして、 これぐらいで打ってあげれば、そんなに恐怖感はなくせると思いますので、こういうショットを打ってみる。ライにもよります。本当に様々なライがありますので、そこでどうやって打っていくかということなんですが、どんなライでもこの打ち方でいけます。バンカーの手前というのは少しバンカーから砂がばーっと出てるようなことも結構ありますし、ライが良さげに見えてもあんまり良くなかったりするんですね。 一見良さそうなんだけど、下の方は結構砂が入ってるような感じ、砂地になってることが多いので、少しクラブヘッドがバチッと入るようなイメージで打ってあげると、ボールがポーンと上がるようなショットになっていくし、とにかく恐怖感によってとんでもないミスを起こす。これをとにかくゼロにしたいんですね。このちょっとしたパンチショット、パチンという、まあパンチショットというほどのことではないんですが、まあそれをの小さい版みたいなね。そんな感覚でやってみると、 このアプローチショットは非常に効果を発揮すると思います。とにかく振りの幅が大きくなることによって、とんでもないミスというのが起きますので、それをゼロになくしたい。それが今回の一つのテーマにもなりますので、アプローチ、バンカー越えになったら、少しクラブヘッドをパチンと打ち落としてあげる。 そんな感覚でぜひやってみてください。構えをできるだけ小さくしてインパクトを緩めないというところがコツになりますからね。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。